お世話になってます。今日暗闇の中、はい、ちょっと遠出しました。沼津です。今日タチウオ釣りましょうよ。そうですね釣れるといいですけどね。そのね、根がかりかっていう引きをね、あ、根がかりって言ってんのを見てみたい結果カニみたいなそうですね、皆さんはなんかやっぱそういうのを僕に望まれてるような確かにコメントにね僕は自分の役割をね、はい、果たしていただいて干潮が2時52分なんで、今3時36分なんで、もう動き出します。揚げに向けて満潮が8時40分超え、今日中潮、波の予報今日 0.8 とか、風もねちょっと後ろからの1メーターあるかないかとかなんで、久しぶりじゃないですか、このいい天候、ね、いい日取りに来ることができました。そうですね、大安吉日、大安吉日ではないかもわからないけど適当なこと言います友引きだったらすいません今日タックルサーフトライブ 1082ml プロとラインが B1 号、リーダーの方20ポンドで、ルアーの方は飛びすぎダリア流 40g のゼブラグロー。さてさて、ルアーを投げる前にですね、タチウオってね光に寄ってくるんですよね。なので今回このゼブラグローが入ってますね。光らすためにこういうねライトがあるんですよ。これ普通のライトと色が違うこれね、もう見えます？ああ、すごい緑になってる。今まではこうやってねヘッドライトとかでこうやってたんですけど、やっぱね時間かかるんですよ。やっぱそうやって効率よくやるのも、そうですね、釣果につながりますよね。着水したらとりあえず一番初めはゼロからのスタートをします。で徐々に落としていく感じします。ぶっちゃけね、タチウオどこに現れるかわかんないんで、神出鬼没、神出鬼没で幽霊って言われてるぐらいなんでね。あ、幽霊部員ちょっとね心配事が一つありまして、はい、周り誰もいないんですよ。 200m ぐらい先には人がいらっしゃるみたいですけど、何なんですかね、ちょっと僕らも地元じゃないんで詳細なところまでは分かんないんですけど、ちょっと入ってみたところちょっと違うかもわからんっていうあっちが激アツなんですかね今カウント5をしました。まあタチウオ釣るなら大きく分けて2つって感じですかね。巻きで釣るかしゃくって釣るかで、しゃくるとなるとメタルジグとかね、メタルジグとかでしゃくってるとどうしても糸ふけが出てしまうんで、それに食いついてきたらもう一発で切れてしまうんです。なるべく光らすことを忘れずに適度に。あ、すごい速いね、ヘッドライトより全然速い、うん、速いですね最近ねさらに厳しくなったんですよ規約が。もう悪口とか言ったらダメ。今の YouTube はハゲは OK。 いやー、それはねやっぱり俺とグーグルが許さないと思うんだな俺と俺グーグルに言うもん35度とかえぐかったっすね。今日はねそんな温暖化との戦いも APEC でした。 APEC じゃないか、地球温暖化会議はいやっぱねオゾン層がね、確かにオゾン層がね破壊されて、紫外線が降り注いでね、やっぱ頭皮に悪影響をね及ぼすんで考えてほしいですよねエイペックでやばいな、全然当たらないな。先週タチウオ釣った時はメタルジグで、仲間内では飛びすぎラニアに40タチウオ連発してましたね。今日は巻きの日じゃないかもわかんないですね。しゃくりますか。これはギャロップアシストです。ギャロップアシスト、これもねまあってすごいでしょこれ。本当だ。で黒ヒョウジャークした後に、ラインを張りながらちょっと落としていき上げるんです。フォールをちょっと長めにね。じゃあ例えばフォールがヒラヒラするメタルジグとかもまあ有効といえば有効。そうですね、有効ですね。この夏は皆さん各地でどんな釣り物されてるんですかね。コメント欲しいですねそれね。ちょっと一回そこまで落としてみます。何カウントぐらいなんですかそこは。今ね 40g で12カウントぐらいですね。まあそこまで落として黒ヒョウジャークしてますけど、毎回またそこは取り直すんですか。取り直さないです。あ、取り直さない。もうそのまま上げてきます。でどのぐらいで当たったかなっていうのを把握したいんですよね。中央はボツかなダビーン自然相手だもんで嘘がないんですよね。リアルをお届けしてるんでまあね、僕ら初回からいきなり坊主の動画を上げてここまで1年半ぐらいやってきましたから、そのスタンスはね貫き通して、釣れなかったとしてもちょっと面白かったなとかためになったなって思えるような動画をお届けしたいというお気持ちは、言い訳とかじゃないです。言い訳とかじゃないんですけど、やっぱりそういうね気持ちを貫き通して、ああ見えます見えます。タチウオを狙いに来たんですけど、ちょっとなかなか気配なくなってきちゃって、まあ、生間さん曰く青物がいいんじゃないかと、こんなこともあろうかと2台持ちでタックル来てるんで、これはちなみにさっきのタックルからどんな感じに変わったんですかね。そう、強めの設定にしてます。サーフトライブ 1112MH で、ラインもちょっと 1.5 というわけで、ちょっと明るくなってまいりましたんで、私めも参戦したいと思います。まあ、生間さんがロングキャストっていうことで、私はスローフォールですね。ちょっとヒラヒラさせて何かしら出したいなと。まあ僕は僕の釣りをする、ただそれだけです。行ってきます。なんとなく違うかなと思ったんで、飛びすぎダニエルの 40g に変えました。なんかねブレードがなんとなくいいんじゃないかなと思って行ってきます。なんとなく今日釣れるんじゃないかなって思ってたんですけど、とりあえずおにぎりを食べたいと思っています。本当はイクラのやつが食べたかったんですけど、なんか賞味期限が午前4時までですよって言われて困った代わりのなんか在庫もなかったんで、明太子マヨネーズに変えた次第でございます。あれ、それは伝説の釣りいろはさんコラボで作った箱入り佐賀牛、すごいうまそうでしょ、この塩も振り具合が。ああ懐かしいっすね、あの九州に行った頃が。佐賀牛でスキッピングします。佐賀牛でスキッピングします。見せてくれたまえ。ああもうほんと着いたら竿立てて、で巻くで水面をバタ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 させて、はい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 、さっきからこれをやってたんですね。なんか回収早いなと思ったんですよね。顔食べてんのあいつみたいな。ああ、なんか諦め早いなみたいに思ったんですけど、スキッピングをしてたんですね。お、あ、飛んだ。なんか飛んだ。ボラ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 。いや。いや。いや。シーラーだ、シーラー。あ、生間さんがね先ほどこちらの飛びすぎダニエル40の表層のスピン、なんだっていう上のレベルで。すごい。あとはただ待つだけという状況になりました。もう間もなくです。この人たちが近づいてきてます。ベイトはめちゃくちゃいるんですけどね、もう分かりますかね、この打ち上げられているベイトたち。来てる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 。うわあ、来た来た来た。ああやってる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 、あそこやってるやってる、ちょっともう悔しい。っとや、やっとややったぞー、やったぞー、やっぱ黒ひょう、さすがだー、やったぞー、何が出る、なんだ、来たかシーラサバこれでもマジ嬉しいっすね、これ魚そこまで落として、もう黒ひょうジャックで半分ぐらい回収したところドンっていう、あ、当たり本当っすか、まあ中層ぐらいなのかなと。いやー、我慢の釣りでしたけれどもね、やっぱり我らが黒ひょうやってくれますよ。なんだ、やりやした。さっきと同じパターン、さっきと同じパターン、そこで10秒ぐらいでさっきと同じ人か。何が出る、なんだ、おーいしょー、同じパターン、はい、同じバーサーでーす。そうだね、強め寄ってみてみたいな、はい、強めになんかおるやろうなって思って、ボト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 やってるやつね、はい、こいつですわ。あ、さっきお腹咲いたら、はい、解剖できました。あ、というわけで、いよいよ心身ともに疲れ果ててまいりました。そんな時はこいつです、フェニックス。ちょっとね、メタルジグをしゃくるのに疲れたわけではありません。行ってきます。すごいハットトリック。ちょっと竿変えてみました、竿。あ、タックル変えました。ちょっとライトな方にサバの引き落とのスモーク。なるほど、そんなにサイズが大きくないっていうことを見込んで。すごい楽しむ余裕すらあります。あー、楽しいいやー、ハットトリックだー、3得点目。何が出る、サバか。おお、引いてる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 、すごい。あ、ちょっとサイズアップ、ちょっとサイズアップしましたね。そうですね、いいっすね、素晴らしい。ギャロップアシストロングキャストのイワシカラーに変えました。あ、イワシに。じゃあホールでコン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 って持っていってくれました。結構ホールなんすね。だってそろそろねえその釣りってやっぱ自由なものだから自由な楽しみ方ってあると思うんだよね。確かにそれは釣れない楽しさを今味わってる感じなんで釣れなくても楽しい。そうですね、釣れなくてもなんか、ああ釣れない楽しいみたいな。やっぱメタルジグなんすかね。メタルジグはいいです。ちゃんと底取ってっていうのが基本で、はい、そうですか。承知しました。はい、着て帰ってくださいバレた。メタルジグしゃくるの疲れたっていうのもバレたうわ、帰って1投目だけどもう変えます。ちょっと私めに心の弱さがありました。やっぱりメタルジグです。これが本当のフェニックス。行ってきます。おー、来たーあ、来た体力の限界が。本当だ本当だ。なんだ、え、なんかバシャバシャ言ってる。なんだあれ、バシャバシャ言ってる。え、なになに、おい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 、なんだなんだ、スレがかりかなあ、スレか、スレかもわからない。なんか水面バシャバシャなってる。何事、あー、スレかな、スレバイレーション、終了、お尻、丁寧に丁寧に。さらにサイズアップ。あ、ソーダガツオ。ソーダっす。ソーダっすね。ソーダだ。そうだ。ちょっとですね、僕はまだまだやりたいんですけど、ご覧の通り見てください。波がね、だいぶちょっと泣く泣く移動します。最後の悪あがきだけさせてください。ちょっとこのままじゃ引き下がれないんで。はい、はい、というわけでこちらの海は波が穏やかないですね、うん、まだなんか口に入ってるサンドイッチとか食べてないし、食べてないし、まあそんなわけでちょっとね、お目当てのシイラをね、最後なんとかどんなサイズでもいいんで欲しいな。うん、まあ僕は釣れてない理由は明確なんで、あれなんですよ、本気出してなかったんですよ。おお、出た。すいません。だね、ここに来て悪い悪い最後何があるかは最後まで見てください。なんかあるかも、うん、なんかあるかもしれないし、なんかないかもしれないし。なんとか黒豹が黒豹たるゆえんを、イチローがイチローたるゆえんを、いや、もう床ゆえんとかなんもないすいませんでした、すいませんでした、ごめんなさい。まあ、ただ今日で世界が終わるわけじゃない。明日だってサーフは待ってくれてる。悔しいっす。悔しいっすよね。悔しいっすね、これね。僕の魂を黒豹に託し、とどめをね、明日大丈夫、生駒さんならやれる、やる、絶対やる。まあね、そういうところ何度も見てきたんで、はい、僕はね、ちょっと明日はこの帽子だけの出演になりますけどこれ僕の魂として持ってってください。